こんにちは、デリッシュキッチンです。基本のアサリの酒蒸しを作ります。まず塩小さじ2と水 300cc をバットに入れて混ぜましょう。アサリ 300g を重ならないように並べ、通気性のいい布巾をかけて1時間以上冷暗所に置いて水気を切ります。水の入ったボウルにアサリを入れ、水の中で貝同士をこすり合わせてよく洗います。フライパンにアサリを入れて酒 50cc を加え蓋をします。中火でアサリの口が開くまで5分ほど加熱しましょう。器に盛り付け、細ネギを散らして完成です。以上、デリッシュキッチンでした。